はい、どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。トムチンです。マニキーです。ヨシです。カツギャンです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今回でパート的には6か7ぐらいですかね。まだ、まだまだですね。ただ装備がね、ずっと鉄で終わっちゃってる。アップデートを感じられてません。確かに。ですよね。ネザライト的なもんも全然だし、クワに消えてどっかなくしたみたいな、しかも。あれ、でもさ、どっかのコメントでカズさんネザライトのクワ持ってるとか言ってたけど、カズさん持ってないですよね。ちょっと待ってください。それだとだいぶヘイトこっちに向きますよ。ぶっ込むのやめてくださいよ。そう。いや、また見間違えますからね、カズさん。そうか。まあ、じゃあ見間違いやね。いや、ちょっと待ってください。それは結構危ないよ。でも気のせいだと思いますわ。気のせいだよね。それは一応、画面ちょっと暗さ落として、はい、ネザライトに見えたかもしれんし。あー、なるほどなるほど。まあ、一旦寝てからちょっと考えよう。うん。はい。はい。よく寝たー。あー、めり込んでる。何これ、本当だ、なんかめり込みますよね。ね、本日ですね、ちょっとみんなで知恵を出し合っていきたいなと思ってて、で今私たちに必要なものがエメラルドやと思うんですよね。そうですね、はい、これをどうやって稼ごうか、うん、で今いろいろ考えたんやけど、交易でなんとかするのが一番なんじゃないかなと思って、うん、何を交易しましょう。まず野菜だよね。はいはいはい、野菜もしくは石、はい、石もいるよね、兄貴。石も、はい、そうですね。石膏屋さんにする、もしくは羊毛、うん、はい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 、って考えるとやっぱり野菜だと思うんですよ、うん、野菜だと思いますね。ほんで、まあ、はい、人類というものは、まあ、農耕から始まったよね、はい、そうでしょうね。多分一番効率がいいのがかぼちゃっぽいんだよね、うん、はい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 、かぼちゃ、かぼちゃ、うん、かぼちゃね、かぼちゃがもう激アツだと思うんで、はい、もう巨大なかぼちゃ畑、はい、制作の方をしていきたいなと思います。はい、今日忙しいよ。とにかく掘削が一番の仕事だと思っていいから、東側というのかな、東側、はいはい、あ、なんかもうある、東側エリアに実はね、やってるんよ、実は。やっちゃってるじゃないですか。やってるんだ。でも全然足りてないからさ、はい、もう引くぐらい大きいやつ。引くぐらいね。あ、これでも全然なんですね。かぼちゃ村にもちょっとありましたよ。あ、あっちの方にもあるから、ちょっと取ってきて。種が足りないってことだね、うん、今。種も足りない。で、面積広げるんですよね、こっちか。面積をもうとにかく。キースト方向に。あ、そっちにね。うん、木も伐採して、もう忙しいよ、これ今日。そしたらこれ、もう後編でもしかすると、うん、ディアモンド装備、はい、ホクホクになってる可能性あるからね、これ今日。マジ？おー、ありますね。全員が全員ホクホクよ、これ。あとは骨粉かな、骨粉も。急成長を促すなら、はい、骨粉もあると、もう後編にさらにつなぎやすくなるという。小道、下手くそか、はい、もう一個横よ、もう一個横。本当だ。あー、もう素人出ちゃったな、これ。でも見てください、これ、これ、これ、早くです。おお、やってましたから。いい腕してるね、いい腕。いや、やるよん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 。あ、かぼちゃの種が数なくなりました。新しい種よ。てん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 。ありがとうございます。てん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 。ドラえもんアンパンマンですね。アンパンマンね。もう、ヨシさんは忘れてしまったのかい？全然わからないもん。いや、これもう後編、お金持ちになれるぐらいいけてる？これ今、みんな調子は。いけてますよ。いけてます。あ、でも、ちっかさん、やっぱ種がまた足りないですね。種が？これ、生育させんとの、今まだもうちょっと持ってきたけど、早急な生育が大切やな。ほな、ヨシコップン屋さんでも呼ぶか。ヨシコップン。コップン極めて長い職人がおるでな、うちのワールドには。コンポスター作らなあかんわ。あ、噂では、ネザーの植物がすごいコップン効率がいいらしいよ。マジっすか？危ないけど。効率いいんすか？うん、だってちょろしか食えんでしょ、はい、まあ、これそうっすね、すごいんだって、ネザーの草は。ちょっとネザーでコップン祭り行くか。コップン祭り、うんなら、はい、そっちの方が多分効率よくそう。うわー、こういう時にヨシソード欲しいな、ネザーの狩るのには。どこ行ったんすかね、ネザーライトのやつの。疑惑かかってるからな、うちは。疑惑言うて。なんか急に降って湧いた疑惑です。うん、そう、勝手に、って今日そういう回じゃないのにみたいな、うん、コメント欄にあったんだよな。でも細かいとこ見てるから真実味があるんだよな、それ本当に。怖い怖い。そうなんですよね。ちょっと創作も含めてさ。母さんどこに置くんだろう、でも。置くとしたら。どうだろうね。いや、でも自分でもわからんでさ。なんか、要塞の宝箱の中とか。靴履いてる豚は
あのソウルスピード交換してくれるって見たけど、そう本当なんすか？それは噂っしょ、あ、そうなんすか？確率っしょ、あ、コミチンゴトランクなんかエンチャントされてる靴履いてるやつがたまにいるらしくて、そんなことある？ここら辺にもいっぱいあるで、なんかこれでも木のゼロ橋とかっすな、こんな怖いでしまい、こんなもの、もうこれとかも、ここの草とかすごいらしいよ、これとかいいんすか？これとかも、じゃあもう刈りまくって、クワでめっちゃ取りやすい、刈りまくってもう素手でも取れる、素手でも、これはあれ、これ金ブロックじゃない、これ金ブロックない、1個でかしたでかしたぞ、どうも、みんな一生分のコップン手に入れた？はい、もう結構あるんじゃないですか今回もうネザーで無限コップンがあるらしいみたいな感じになるかもしれんからめちゃめちゃサムネのタイトルでつるやないですか、うん、ネザーに存在する無限コップン発掘っていう回になるかもしれんで、それ相応のコップンができんと困るよ、こっちとしては。了解です、了解です。え、ちゃんとみんなクワ持ってきた？クワダイヤのクワ持ってます、はい、あ、クワで飼ってる？ちゃんと、さすがだな、無駄に作ってまたこのダイヤのクワが役に立つあの、道具鍛冶屋さんとね、広域でクワもらえる時あるからね、はい、あ、そうっすね、いいっすね、しかも結構安いんよ、あれ、ちょっと、うん、気分よくしてくれたら1個で広域できるで、そうめっちゃいいんだって、初めて役に立ったな、うん、クワ、だから今回もクワのためのアップデートって言っても過言ではないよ。え、これ効率強化とかやったらまたトゥルルルって豆腐みたいにいくの？もうやばいよ、うん、マジっすか、めっちゃ楽じゃん、クワでもまだもっさりしてるでな、一応こっち結構集まったで、もうじゃあ戻りましょうか、一旦戻って、もうどんぐらいすげえかをちょっとみんな、そうですね、ちょっと体感していただきたい、これ、追っかけられてる、うわぁ、おぉ、こんなとこまで来ちゃった、痛い痛い痛い、待て待て待て、行く行く、ほらほら、カズさんを、あ、守る、 0.5、 0.5、 おぉ、危ねー、こんなちょっと脅威のね、あの、骨粉率、うん、はいはい、今回見ていただきますか、これ今まだこれ骨粉収まってる？まだずっとやってますね、まだやってんね、これの横にちょっと作れんけ、あ、これの横に作りましょう、これの横に、お、すごい速度っていうのさ、見せつけたい、はいよ、よいしょ、な、行きますよ、はい、ネザーウォートブロックなど、どう、これいってる、はいはい、ほらほら、やばい、ほら、見て下のやつ、これ回収するか、もう回収してまうわ、2つとも今ほぼゼロで、はい、もうネザーのやつ、はい、もうみんなもうじゃんじゃん入れて、はい、もうしだれ桜から、ウォートブロックから、はいはいはい、しだれ桜、あ、早い気がするぞ、あ、そう、え、早いやろ、効率がいいのかな、ほら制作効率が、うん、制作効率がいいんだって、ほら、倍なんよ、これ、はい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 、実はなるほど、あ、早いわ、今2個差だもんね、すごいですよ、ポスター見ると全然違いますね、え、コミチンさん、速い、はい、これはネザーに骨粉無限の原料を発見したと言ってもいいでしょう、ありがとうございます倍以上早い、だって15に対して5個だよ、うん、3倍じゃん、うん、あ、それはだいぶ早いわ、あ、本当に無限と言ってもいいでしょう、これ、うん、ちょっと骨粉持って最後野菜育てに行きましょう、野菜を、あ、そうですね、もうわんさか湧いてるわめっちゃ湧くっていうんですか、うん、湧いてる、もうこれかぼちゃ無限やもん、これこれ後編無限のハードル低くないですかだって YouTube でも最強のなんとか見つけましたとか、あれ最上級の表現だからね、重大発表が重大じゃないみたいな、そういうことですか、ね、そう重大発表がどっちかというとお知らせいやでもだいぶ骨粉が効率的に作ることができて嬉しいよ、まずダイヤモンド装備見つけんとね、倉庫なんか作らんでな、前ダイヤ装備やったけど倉庫おざなりでしたよ、ね、うん、使わん、結局使わんもんねあれ、ここの中蔵では僕らしっかりしておきます、やっぱカズさんが混ざると、いや、なんでもないです、なんでもないです水でならんことは、うん、見て、もう無限、ほら、これの無限はすごいやろ、でも無限で間違いないやろ、無限で間違いないです、よかった、今回文句があったらコミチンに言ってください
なんで僕こんなとばっちりを。まあというわけで本日はねネザーに存在する、無限コップルの源を見つけることができたので、はい、もう良しとしていいんじゃないでしょうか今回は。はい、はい、後編はねもう少しだけ濃くね行かせていただきますので、はい、なんでこっちのハードルだけ上げるのか、はい、もうちょっと濃くね行くとも、ぜひよろしくお願いします、はい、お願いします。ではまた後編でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。